雑談でもしながらブーケを束ねようと思ってます。フローリスト様の実際ライブレッスンしてるかのようにして誰も見てないのにこんにちはとかこんばんはとかって喋ってるっていう。はい、こんばんは。今日はね、ちょっと珍しく雑談でもしながらブーケを束ねようと思ってます。まあ、ちょっとね、秋なんでね、ちょっと秋っぽいブーケでも束ねながらグダグダと喋ろうと思ってます。今日は仕入れだったんですけど、ちょっとだけ寝坊してしまって、いつも僕は、まあ4時台に入るようにしてるんですけど、ちょっと知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、最近市場の時間、みんな来る時間がめちゃくちゃ早くて、昔だったら6時とかでも割とまあお花買ったんですけど、なんか最近ちょっとまあ日によってはもう6時だったらもう8本かなないみたいなこともよくあるそうなんで、なんかみんなで早く行ってみんなで眠たいみたいな感じになってるのかなっていう感じがします。まあね、注文かけてた部分があるんで、レッスン分はちゃんと確保できたんですけど、僕、まあ、ちょっと全部募集してるわけじゃないんですけど、まあ大体週2から3ぐらいのペースではレッスンしてて、結構レッスン行ってるんですね。なので仕入れも割ときっちり行ってるとは思ってるんですけど、朝が早いのが。眠いです。なんかいいですね。秋なんでね、ダリアを入れてます。セージです。最近このセージが結構好きで、すごいナチュラル感があって、いやもうというわけでいつも水揚げ終わったらちょっとだけ管理してるんですけど、バラですね。人によっては4時に市場に行こうと思ったら2時台とかに起きてる人いるんじゃないかなと思うじゃないですか。なので、まあ、例えば2時に起きて今準備して、まあ、4時に市場行って、今僕はちょっと今店してないからいいんですけど、そっから6時まで普通、6時とかまで普通に働いたり、ね、まあ、の場合によってはウェディングの金曜土曜の追われてる方とかは2時に起きて夜中までとかあるんじゃないかなと思って、超過酷やなと思ってます。みんなでね、みんなでお得行きましょうって、みんなで遅かったら、まあ、遅いって言ってもまあ9時10時じゃないんでね、6時とかせめて
したらいいんじゃないかなと朝が弱い僕は思っております。ホトトギツですね。そうで、これはちょっと今日偶然オーダーがあったんで、まあ、動画でも撮ろうかなと思ったんですけど、この間めちゃくちゃ久しぶりに撮影をしてもらって、後でその撮影の様子は後半でちょっとアップするというか、ね、後半にちょっと流すつもりなんですけど、はい、フローリストさんの雑誌のね、フローリストさんの取材に久しぶりに呼んでいただきまして、めちゃくちゃ久しぶりでした、ね、忘れられてるのか。で、僕今ちょっと店舗がないので、店舗ないんでどうしましょう、ちょっとやるとこないですって言ったら、まあ、何回か僕の撮影に来てくださってたカメラマンの方がいらっしゃって、その方のスタジオでお借りしたんでってわざわざ借りてくださって、いやもうありがたいというか申し訳ないというか、長寿そうですね。で、まあ、何の撮影かっていうと、僕はこうやって、今これ YouTube ですけど、ライブレッスンをちょこちょこやってるじゃないですか。ライブレッスンをなんかしてる人みたいな感じで、まあ、声かけてもらったんですけど、まあね、コロナがあって、まあ、やりたくても、まあ、その現場でレッスンができない方がいて、結構まあ興味ある方がいてるっていうので、まあ、声かけてくださったんですけど、まあ確かにライブレッスン、いや僕は無知なだけかもしれないんですけど、ライブレッスンしてる人そんなにね、まあ多くないんかなと思ったんですけど、果たしてそれ僕のアップしたらこれ見て誰かやるんかなとはちょっと思いましたけども、はい、まあちょっとはね、何か誰かのね参考になればいいかなと思います。で、ライブレッスンの様子をそのまま再現してくださいっていうこれを覚えたんですね。で、まあもちろんその今だったんで撮影、まさかその本当にリアルタイムに撮影じゃないライブレッスンしてないんで、実際ライブレッスンしてるかのように振る舞うっていう撮影なんですね。だから iPad を目の前にして誰も見てないのに、こんにちはとかね、こんばんはとかって喋ってるっていう、結構シュールな現場だと思います。で、それも撮ろうと思ったら撮れたんですよ。撮ったらどうですかって言ってくださってたんで、なんですけど、まあ結果的には撮るボタン押し忘れてたっていうのもあるんですけど、ちょっと何にもない中でこんにちはとかこんばんはって喋ってるところ、まあ、自分で撮影してちょっと使いにその動画の使いが分かんないんで、まあもういいかと思ったんですけど、はい、これは三島細工です。その作ったもの自体は別で撮影してくださったんですね。で、雪柳ですね。ちょっとそのシーンをね、後半に載せようと思ってるんですけど、
なんかすごい、本当になんかスタジオで撮るみたいなのがすごい初めてやったんで、なんかすごい見てて、うわ綺麗なと思いました。なんかお店してた時よりはやっぱりちょっとね作る数が多少減るんで、レッスンでもね全部ブーケとか限らないんで、なんか今ちょっと持ってたら左手の握力がなくて、はい、じゃあこんな感じになります。はい、そしたらトッピングもついてますね。まあ、めったにラッピングを動画に撮ることはあんまないんですけど、ラッピングはね、でもなんか僕もインスタとかで見たりしますけどね、結構人によって、店によって個性が違って、なんかやり方とかね、バランスとかもすごい違って、いろいろあって面白いですね。僕は雨の日以外セロハンをやめようと思ってて、まあね、雨には濡れない方がいいですけど、ちょっとねなんかセロハンって、まあ、ビニールなんでちょっとナチュラル感が損なわれるのと、まあ、ゴミも増えますしね、はい、ということでこんな感じの秋色のブーケになっています。また後半にね、そのフローリストさんの撮影の、動画流すんで、よかったら見てもらって、まあ、僕はもうちょろっとしか映ってないんですけど、まあ、よかったら、買ってもらえたらいいかなと思います。では、こちらブーケの撮影風景になっています。僕の一人芝居もね無事終了しまして、完成品のねショットということで、カメラマンさんが撮ってくれています。さっきもね話した通りなんですけれども、僕こういう本格的な写真のスタジオに来るのは初めてで、いろいろと感動させてもらいました。これまだお昼間なんですけれども、窓から見える部分も外の景色なんじゃなくて、まあ、そういう細工がされているもので、24時間昼間に撮っているような光の調整がされている空間になってて、もう本当にすごいなと思いました。こんなの欲しいなって思いました。本当はね今回、このブーケのそのライブレッスンのものとクリスマスリースのね2本撮りの予定だったんですけども、
ちょっとね連絡に行き違いがあってね、今日はね、今日じゃない、今回はね一つとなりました。で、今のねレッスンもそうなんですけども、まあ、お見せないことで、まあね、こうしてね普段ない機会をいただけることもよくあって、僕的にはね、ね、もうすごく刺激になることがもう本当に多いです。で、このね、まあこの日の、撮影した、ものはね、内容はまた10月8日に発売する月刊フローリストさんに、掲載されておりますので、そちら見ていただくと思って、皆さんね、ぜひ購入いただければいいかなと思います。はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。今回はこんな雑談になってますけども、はい、また上げていきますのでよろしくお願いします。では。